皆さん真似しないように簡単なんではい、こんにちは。札幌占いビューサイマーシの後藤です。今日はボブをバッサリ切るということで、もうすでにボブなんですけど、もうその一番最後の襟足がちょっとそれぐらいのとこまで行っちゃっていいですね。はい、もうかなりマックスまで、ワンブリーチしてちょっと明るめの色はね、こういう感じで、ちょっと後でまたお見せしますが、結構明るめのカラーを希望なんで、まあブリーチしないとダメかなということで、多分この表面に今入っている少しブリーチされてると思うんで、ここはちょっと危ないのかなって気がするんで、まあ、なるべく時間差でこの辺塗ってからって感じにしようかなと思います。ただ部分的にはちょっと毛先はちょっとやばい状態にはなるかなってのは想定できます。今時短でやっていくので1時間半で今日もやっていきたいと思います。今日もそうだったんですけど、カットしてブリーチしてカラーで1時間半でちょっと今日やっていきたいと思います。彼女はフィリピンで白くブリーチしたんでしょ。そうです。3日間で3週間で1週ずつこうブリーチしてみて、週末に。え、会話どうするの、フィリピン人の。あ、英語です。英語で英語で、語学留学だったので英語を喋れたので。いや、なんと今聞いてびっくりしたのが3回ブリーチして隣入れたんでしょ。言えました。それで金額、じゃあ いくらですか。2400円。安すぎる。すげえ、それカットいくらだっけ、さっき言ったの。カットが20円です。超安いということで、すごいですね、濃い話が聞けそうです。はい、今日はマックスや簡単な、これ一般の人でもカットできんじゃねえかっていうぐらいの、結構簡単というか、そのこれパツンって切るの意外と難しいっちゃ難しいんですけど、すっげえ簡単な方法があります。じゃあそれで切ります。まあ1時間半なんでね、カット大体15分ぐらいでカットしたいと思います。はい、切ります。はい、まずブロッキングがこう大切なんですね。このもみあげともみあげの延長線上と、ここからぐるーって下を取っちゃいます。取っちゃうと下だけを押さえちゃいます。ちょっとやってみますね。ほんと簡単なんでね、皆さん真似しないように、簡単なんで皆さんは真似しないでちゃんとやってください。はい、で、このようにここが今上と下分かれてますよね。で、ここで何をやるかっていうと、ここを止めてほしいんですね。はい、下を止めてください。いいですか、この下をとりあえず止めてください。ここをこんな感じに、できればこういう風に止めた方がいいかな、逆から。はい、そうなんですよね。もう本当ね、1時間半で入れるんだから、もう相当早く切らないとダメなんですけど、まあ大丈夫です。こんな感じに取って、じゃあ今度何が必要かっていうのを先にブローしちゃいます。はい、ここでアイロンブローですね。今止めたところじゃなく、上の部分だけをちょっとワンカール軽く入れていきます。はい、まあなんとなくでいいんで、ここにねワンカールをぐーっと入れていきます。はい、いいでしょうか。これがポイントです。同じ条件でワンカール入れてほしいので、このワンカールの入れ方っていうのは、髪の毛に対して90度の角度まで曲げたら、その状態で毛先までするっていけばくるっと入りますから、余計にこう折ったりとかしなくて大丈夫です。このまま90度の状態でくるくるくるっとやっていきます。90度の状態でくるくるくるっとね、90度曲げたらそのままゆっくり毛先の方に流していく。そしたら今度は表面の方の毛ですね、これも同じように90度の状態に曲げたら、そのままくるくるくるっとゆっくりやっていく感じです。これ白くしたの残ってるのかな、毛。この毛先絶対これちぎれると思う。あ、大丈夫です。いや、多分ちぎれると思う、きっと。でもこれ難しいな、これだけ残すの。このような感じで、はい、サイドを、はい、90度の角度でくるくるくるっとやってブローします。結構英語はじゃあ喋、れるんですか。英語喋れると思います。素晴らしい。5ヶ月フィリピンで英語を勉強した後に、7ヶ月カナダに行って働いてました。何で働いてたの？カフェの中でなんかバリスタっていう、はいはい、コーヒー作る仕事なんですけど。そうなの？はい、やってました。すごいね、そこの子。それで伸びました、うん、接客で英語。そうかそうか、そうだよね、確かに。フィリピンは危なくなかった？フィリピンは、マニラからバスで10時間のバギオっていうところに行ったんですけど。え？マジで？何やってんの？
あれ危なくないのそっちの方。そっちの方が危なくなくて、マニラが一番危ないの。マニラやばいやっぱり。マニラなんか日本じゃめっちゃやばい。いや怖いです怖いです。殺される？いや殺されるのかな、わかんないけど怖すぎてもうあんまり見てないですね。あマジか、うん、そんなやばいんだ。バギオはもう山の中なので、うん、日本のなんか軽井沢みたいなところで。はい、まあ、下のやつまだ止めてていいので、でここでまずバックから決めていくんですけど、結構その彼女が最初言ってたのはどこも、まあ、一番ギリのところで切りたいっていうことだったんで、そのギリのところで切ります。上から手当てて、今日はもう時間ないんでショーバッターでいっちゃいますね。皆さんは怖かったら R2 スニングとか使ってください。結構ギリまでいきます。上から手を持ってきて、ここはもうこのままガッツリ切っちゃいますね。大体読めるので、生え際のところ、ギリのところでここ今切ってます。見えますか、このままこのカールがあるんでちょっと切りやすいんですけど、はい、でこの放射線状に全て切っていくんですね。はい、でここからまっすぐ引っ張ってる状態ですね。ちょっと前下がりなんであんまり、はい、内巻きに入れてカットします。こうですね、大丈夫ですか、こんな感じで。でこっちも切っていきます。ちょっと下見てくださいね。で左右の長さ同じになるようにしてください。はい、こんな感じで後ろ切ってます。カット20円でマジやばい。マジ20円やばくない？うまい棒2つ分ですね。20円やばすぎる。で、サイドつなげていきます。ここです。はい、サイドちょっと切りますね。で、後ろの、延長線上のところを切っていきます。はい、ちょっとあんまり説明してるあれがないですけど、時間がちょっと長いんでそのまま切ります。はい、で、ここでバックにちょっと若干オーバーダイレクションしてた状態で切ります。はい、で横を切って長さをちょい合わせます。ちょっとこっちの方もこっちのパートなんでちょっとこっちの方が長くなるかなっていう感じですね。若干こんな感じかな。でここで、実際ねカットライン前下がりに出てるかどうかですね、確認します。はい、カールがある方がちょっと切りやすい。はい、このような感じで切ります。で、今度この襟足を取りますね。襟足を取ったら今度ちょっとしゃべってください。ここをもうこのまま肛門で押さえて、R2 スニングをこの棒刃を中の方にします。棒刃を中にして逆刃の方でここをもう切っちゃいます。多分彼女の場合本当に攻めてもいいっていう感じだったんでかなり攻め気味なんですけど、いいんですよね。はい、これなぜこういう風にカール入れてるかっていうと、後で伸びてきた時表面がちょっとこれで長くなってるんですよね、カールがついてるから。なので中の方の毛が出づらい。結構皆さんいろんな切り方で切ってると思うんですけど、かなりこれで切ればもうこれで一発でいきます。超簡単です、誰でもカットできるので。多分普通に切るよりも全然綺麗に切れるし、綺麗につながってますこれで。はい、これで十分ですね。はい、これで結構ですね。で少しこのポイントがあるとしたら、ちょっとしたらいいですね。R2 スニングを少しこっちにイン裏側を切ります。こういう風に中をえぐっていく感じです。より、ここにコンベックスを作っていくので、ちょっと難しいかもしれないですけど、その方がいいですね。はい、いいですか。こういう感じで、中にコンベックスを作りたいから少しグーって中に折り込んでこう切ってる感じです。その時にこの耳周りだけ皆さん気をつけてくださいね。結構耳周り危険なんで、こんな感じに切って
はい、で、襟足は反っていいということだったんで、襟足反ります。大丈夫ですか、はい、カールを入れるタイミングがここで分かると思うんですね。このカールがなかったら、こういうふうに丸くちょっと切りづらいんですね。なので、こういうふうに先にカールを入れちゃった方が、すごい切りやすいです。ノーテンションの状態で、そーっとですね、引っ張ると、要は髪の毛ってゴムみたいにまた跳ねてきたりとか、なじまないんで、ほとんど軽く引っ張るかくらいで、ゴムはあまり使いません。はい、正面見せます。前髪はちょっと切りたいということだったので、ノーテンションで、この輪郭の円を使って、眉下なんで、大体5ミリ。R2 で切れば綺麗に切れるので、はい、このように一発で切れます。でちょっとチョップ入れてね、 R2 で若干チョップ入れてあげれば毛先もボケるんで、こんな感じの、こんな感じです。ただね、ちょっとここにパサパサした毛があったので、あんまり表面ダウン入れちゃうと、ここら辺にパサつきの毛が出るんで、中をちょっとカットします。はい、中をちょっとぐーっと、えぐり方としてはこういう風にえぐっていきます。いいですか、ちょっとえぐって内巻きを、表面やるとパサついちゃうんで、中を、T2 セニング 10% のセニングでちょっとすいていきます。こういう時も耳周り本当気をつけてください。間違って耳を切っちゃったら本当大変な時間ロスになっちゃうし、なんといってもお客さんの体気をつけちゃうと本当大変なことになっちゃうので、ね、せっかく髪の毛きれいにしてこようとしてるのに耳切っちゃったりしたら本当大変なことですから、皆さん気をつけてください。なるべくね、ちょっと、来た時にちょっとツヤ感が表面ないなと思ったので、今日はツヤ感残したいに表面あんまりそぎ入れないようにしようかなと思って、中をちょっと今入れております。本当の毛先だけね、ちょっとこういう風に0度で押さえた状態で T2 で T2 のボーバーが中ですね、ボーバーが中の状態でちょっと本当の毛先5ミリくらいのところだけなじみやすいように棒場でこう押さえて、上からちょっと表面を少し滑らかにしていきます。これマックスですよ。はい、いい感じです。いいでしょ、なんかね、ツヤ出した方がね、カラーした時綺麗だから、ここら辺はそぎ入れてないんです、はい、この表面だけちょっとこう入りやすいようにしたのと、中が重いんで中をちょっと軽くしました。はい、はい、あとね、まあ一個おすすめは耳の周り軽くすると結構可愛いんで、この辺切ってもいいかなと思うんで。あ、いいです。お願いします。はい。で、耳周りの僕結構やるんですけど、マジックポイントっていう名前をつけてるんですけど、マジックポイントじゃ何なのかっていうと、耳後ろの重さなんですね。